皆さんお疲れ様です小川大平の事件考察室えー、本日もですね昨日に引き続き、えー、万年蘭さんとのね、えー、対談になります、えー、万年さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、まあ昨日はね、えー、ちょっといろいろ波乱万丈なね刑務所に服役していた話とかもお伺いしたんですけどもね、はい、今日は今現在まあ、youtube をやられてるということと、はい、これから どういうふういいいふなことを活動していきたいまた今もす既に活動準備とか活動されていることもあるということなので、はいはい、そういったことをねお伺いしたいと思いますはい、はい、よろしくお願いしますちょうど5か月前から YouTube やられてるとそうですね大体いい YouTube の内容はどんな内容の YouTube やられてるんですかえっとですねまず自己紹介するところから始めてるので、はいはい、33年間そういう悪いことをしてきてはいあ<の> <laughs> まあ加工アプリをばっちり使ったみたいなもうやんちゃなババアが出てきましたみたいな歌い文句でやらせてもらってたんですねはいそれで自分の過去の話だったりとかを最初は3分ずつのショート動画で出してたんです、はい、で10分の動画の中でまあ過去にあった自分が経験したことあとは見たこととかっていうのを話してたんですけど、はいはい、最近ではそのまあライブ配信のところに いろんなお友達が来てくれたりとか、はい、その私とお話ししたいっていう人たちが上がってきてくれて、はい、そこでわちゃわちゃその、まあね、過去にこんなことがあったとか相談を受けたらそれはそうでしょうわあしなさいこうしなさいなんてことまでなんかやらせてもらえるようになったのかなみたいな感じです、はい、ああでこれからはこれからも YouTube は続けていきたいっていう感じですか、はいね、今もね登録者も徐々に増えてきてるということでね YouTube 以外は何かされてることあるんですかいやもうできないです時間がなくてできないですじゃあこれから YouTube 一本で,そうですやっていきたいということなんですね、はい、あとこれから活動的になんかあのいろんなトークショーとか、はい、あとあの元刑務所長さんといろいろコラボしてみたいな話も聞いたんですが、はい、それちょっとお話ししてもらってもいいですかえっとねトークショーの,あの,あの話は、うんとね、9月でしたっけ、うん、と9月でしたね9月に一度、はい あの招待していただいて、はい、あのイベントをやらせてもらったことがあったんですね、はい、トークボックスで、はい、こう自分の対談話だったりとかをこう、はい、してったのをこう流すみたいなちょっと私もねその流,流れたトークボックスって何ですかトークボックスっていうなんかねスタジオがあるんですよああ、はい、そこでなんかこうチケットを買っていただいて入場してくださる方もいればあとは「なんとか」っていうそのアプリで見られるんですよ、ね、あ,あ配信で配信で、はい ねえ私もちょっとその時はもう舞い上がってしまって分かんなかったんですけど、はい、もうやっぱりおじいちゃんのこと聞かれたりとか、はい、今自分が YouTube やっててどうですかとか言って、はい、だから、ま、正直いろんな最初はもう皆さんのところにお邪魔させてもらう時は自己紹介は同じじゃないですか、はい、<う>なるほど、はい、でその中で今後その坂本敏夫先生っていうのと知り合いになれたのは、はい、あの大阪の川口会長のおかげでご紹介なんですね、はい、川口会長と一度お会いした時にその。 ね、もしよかったらって言った時に私がその本を中で刑務所の中で読んでて「はい、894人だか3人のメロス」って本があってそれを見て「すごいこの先生と大ファンなんです」って言ったら「じゃあ NPO やってるから参加してみたらどうですか?」みたいな、はい、そういうなんか自分がたまたま好きですって言った人がたまたま NPO をやっててくださったってつながりで始まったことなんですけど、はい、あじゃあこれから NPO に参加していろいろ活動していく そうですねただねまだ実績として形になっているものがないので、うん、あのこれからどんどん来年からどん,どんそこはど,どういう NPO なんですかえっとねそこの先生の場合は、はい、その出てきたからの刑務所からそうですね出てきた人,、はい、人をこう受け入れてあげたりとか、はい、あと行く前に手紙が来るんですよね「これ、はい、厚生新聞」っていうのがあって。はい 要はその引き受け人がいない方だったりとか中で不便してる方がいたらね、うん、お手紙くださいねみたいな新聞が2か月に1回出てるんですけど、はい、それを頼りに手紙を書いてくる方とかいるんですはいでそれをもとに先生があの刑務所とか拘置所ですねまだね今の段階だったね拘置、はい、所に面会に行って、はい、その相手とそのやり取りをして最後まで多分面倒見てあげるんですよね。まね、あ、人にそれぞれだと思うんですよ「はい、私はここまでお願いします」って方もいれば、はい、最後出た時のこともお願いしますっていう方もいるでしょうし、はい そういった活動ですねまだちょっとねこれおかしな話を聞くようなんですけども、はい、47歳の時にそれまで覚醒剤何十年ってやってて、はい、47歳で初めて捕まったわけじゃないですか。はいはいはい ね、で捕まって、まあ、最初初犯だから執行猶予で出てきたわけですね出てきて4か月目で、はい、えまた捕まったわけですよね、はい、ということは結局は執行猶予でせっかくチャンスを与えられたのに、はいえー、我慢できなかったわけですよね我慢できないから4か月目で捕まったんですけども、はいえー、もっと詳しく話してもらいたいのは、はい、執行猶予で出てきました3月に、はい、次やったのはいつなんですか、うん、出てきた日ですか それはないですねどのぐらいどのぐらいで我慢できたんですか、えーえー、2ヶ月ぐらい我慢してました二、ね、ヶ月ぐらい、はい、その2ヶ月ぐらい我慢したのは2ヶ月ぐらいはというよりもあのしっこいようで出てきたんだから我慢しなきゃいけないもうやめようと思いましたその時はね <laughs> 正直思ってませんでした出てきた時もはいただじゃあなんで2ヶ月間やんなかったんですかそこの2ヶ月間の時に、うん、私が一度警察署の、ね、留置の中で一緒になった女性がいたんですけど、はい、その女性が 詐欺事件を出てきた後に起こしたたんですね、はい、でたまたま私その詐欺事件を起こしたの知らないで、はい、なんか引っ越しをする広島の方に帰るからっていうので、はい、私がじゃあ荷物を届けますって言ったところに警察がいたんですよ、はい、であなたっていう話になって、はい、全くその話知らなかったんですけども、はい、要はその生活保護費の不正受給みたいな感じの話でする女性がでそこにほら私かん加担されてるって勘違いされちゃって、はい、で いにるわけじゃなですかちょっとお話聞かせてくださいってこれはやってられないなとかもしやってたら尿でも取られたらやばいなとそうのでやらなかっただから別に自分でやめようと思った意思じゃなくてやらなかったわけですよねでそれで4ヶ月後に捕まりましたで50歳で出てきましたで今やってないわけですよで50歳で出てきてんでやめれたんですか それちょっと聞きたいですから聞きたい,きたいあのねまず中にいたらまず触ることも見ることもできないしもちろんねもちろんそこで一回諦めるんですよはいで出た後に私が思ったのはまあもちろん先生によくしていただいたからその先生のなんだろうなことを裏切りたくないなって気持ち半分、はい、あとは社会に出た時にだいたいよく聞いてたのがその先生って弁護士の先生違います担当の先生ですあ,あの刑務所の先生ね<う>、はい、すごくよくしてくれた先生がいて、はい、うん でその先生の顔も浮かぶし、はい、あとまあうちの周辺に刑事さんがうろついてるわけですよ明らかにねそれうろついてるように見えるんじゃないのい違います違うの違います違うのあ明らかにこうねいるのでね、はい、こうどこかで見たことある方だな、はい、みたいなでもその それ出てきたからね出てきたから、はい、1>, え1ヶ月間ぐらいはよく薬物で出てくるとあの私が住んでるエリアは特に再犯ですぐ捕まる方が多いみたいなんで、うん、それ自宅だった,自宅,だった自宅にじゃあまあ監視されてるというか、まあまあ、視察というかまあち,ょき、ね、ちょいちょいですけどねた,たまに見に来てたりとかね、うん、ちょいちょいいたりとかして、はいでまあいさつ向こうは挨拶程度に来ますよね、はい、だけどあの今までこう体に入れてないから、はい、例えばそれが目の前にあったとします入れた時に こがうっここまでれ、ね、そういうことしないでいられました、はい、で次入れたらまた同じ思いをする、はい、でも次は前にそういう薬物をやってた時とは多分同じ気持ちではできないんですようんその時っていうのはほら捕まったことがないし、はい、刑務所に行ったことがないから、はい、安易な気持ちでやってたわけじゃないですかそれそうですね捕まらないと思ってやってるわけですからね、はい、だけど、まあ、子供がね戻ってきた時に子供が成長していたりとかもあったし、うん まあ、もちろん私の部屋なんてないのでこの子供たちと同じとこで寝てたりとかね、うん、してたっていうのもあったので子供さんはいたんですかいましたあ、はい、いやあのもう祖父は亡くなってるんですけど、はい、うちの母が育てててくれてたのでだ、うん、からそこがたまたま恵まれてたところなんですよね、うん、普通の母子家庭の女性だったら、はい、息子さんだったりとか娘さんだったりとかっていうのは施設に預けられちゃったりするわけじゃないですか、まあはい、それもなくうちの母親がたまたま面倒を見ててくれただけれども もう私が出てきた時にはもう人工透析が始まるっていう時だったで母親が母親が、はい、であの、まあ、いつまでも母、ね、あの親は生きてるものじゃないよみたいなそん、はい、で私もまあ親の面倒も見なきゃいけないしで子供たちは私が何で捕まったかっていうのはもうその時には分かってるわけですよ、うん、最初はね小学生だったか分かんなかったけど、はい、でもうママダメだよってそうだねって、はい、もう恥ずかしくて恥ずかしくてしょうがなかったっていうのはありました やっぱりそういう時でもそういうお誘いが来る時あるんですやっぱしそうでしょうそうはいそこであの誘惑に負けるのか負けないのかって考えてた時に私は今入れたらもったいないなって思えたんですよ、はい、本当にその時にね、はい、皆さんよくそういう薬物やってる方達って多分ねそんなことないだろうっていう方多いんですけど、うん、多いですねでもじゃなかったら今ないので一度やったらやめられないじゃないですか、はい ね、あのよく「玉ポンぽん」とかって言うんですけど、うんはい、そんなのはみんな言い訳であって、うん、一度やれば、まあ、それなりのものがこうやっても入ってるのがあるわけだから、うんはい、その分はやるわけじゃないですか、はい、でそれを置きっぱなしにしながら「玉ポンぽん」なんてそんな危険なことをできるわけないじゃないですか元犯罪者が、はいはい、だから私の中ではその「玉まぽん」っていうのはないと思ってるので、うんうん、そこにはいかなかったっていうのはそこですかねあと仕事しなきゃいけないしあ、まあ、最近でもね、あのー 芸まあアイドル的な芸能人が出てきて10日で捕まったとかね執行猶予ありましたよねこれは執行猶予なんで長く切れてたわけじゃないからやったってのありますけど他のねお笑いの芸能人とかで刑務所に入って何年も入ってるのに出てきてまたやるやつもいるじゃないですかそれは万年さんの今の話を聞くともう気持ち次第ってことですか 周りの環境と自分の生活の環境、うん、まあ周りの環境と自分の生活の環境ってまあちょっと共通している部分があると思うんですけど、はい、あとは本当に意思しかないと思うんですよね万音さんの場合は子どもさんがいたり母親がこのご病気だったりっていうのもあってそれとこんなことやってちゅうてんびんにある程度かけたのかな。 そうですねその時の,、うん、あのやった時の自分を知ってるわけじゃないですかはいもちろんねこれをやったらまたねこう子供たちに嘘をつかなくちゃいけない、うん、コソコソしなくちゃいけない、はい、でもそれをしない生活が結構心地よかったんですよね出てきた後にねあまあ最初も要は約3年間入ってるわけだから、うんはい、もうそれとは全く切れてるので、はい、執行猶予の時に出てきて捕まんないだろうと思ってやるのとわけが違うわけねそうなんですよそこののの重みっっていうのが私の中にはあったから、はいはい うん、こんなのこんなものなってだんだんこんなものなって思えるようになってきてたんですんで私はたまたま仮釈放が2ヶ月しかなかったので、はい、観察所の出頭とかっていうのもほぼなかったし、はい、勉強教育っていうのもなかったので、はい、逆にそこでほら忘れた気持ちを思い出さされるってことがなかったからかたのね、うん、よく、うん、あの何年経っても、はい 禁断症状とか、はい、また思い出すとか忘れられないとかっていう人もいますけど、はい、実際3年ぐらいでもうそれは切れるもんですかいやあれはね一度やれば脳の病気なんでそれが忘れることはないです、はい、ただその時の状況を頭の中に残しておきたいなと思,思う人と、はい、そんなこと以外のことが頭の中にいっぱい入ってる人ってやっぱその生活の違いだと思うんですよ、はい、例えば仕事をしていたりとか、はい、今までの交友関係が変わったりとかすれば、はい 他のことに労力使うわけじゃないですか、はい、だけど薬物をやる人間っていうのはね、まあ、私も含めですけど基本そこがメインなんですよね、はい、これのためにどうやって動こうかって考えていくので、うん、普通の人と生活パターンが真逆になるんですよ、はい、例えば昼間寝て夜中起きたりとかね、はい、そこから始まると思うんですけど、はい、絶対で人との約束を破ったり、はい 時間ににルーズになったりうそうですねもうほんとし生活がいい加減になって、ね、そうなんですでもそれはこれをやりたいから、はい、そこに合わせるための嘘は平気でつくし、はい、そうすると今度は人が離れていくじゃないですか、はい、そうするとどん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 疑心暗鬼になっておかしくなっていくじゃないですか、うん、でもそれが自分のせいだって分かってるんですよ、はい、分かっていながらの葛藤なんですよねうんだからそれがどこでストップかけられるのって言ったらもうねよく、まあ、こんな話していいかわかんないですけどじゃあの。 球員とかのスタイルででやらないで、うん、自分で猫をポンとこうやってやる方たちっていうのは、はい、もう自分で打てなくなったらやめる時だって。 もうせっかくって言うと変ですけど5年も経ってまあ出てきて5年ねもうその前3年入ってるから切れてから8年やってないわけじゃないですかだけ8年もやってないのにこういう話を聞かれる要は古い話を思い出,て思い出して今しゃ,べらしゃべってるわけじゃないですかこう言ったのって苦痛ですかいや全然大丈夫ですねじゃあもうそれが全然しゃべって平気ですよっていうことになればもう完全に切れてるってことかな私は逆に今ほらそういう薬物をね 目の前にあってどうしようって悩んでる女性から連絡が来たりとか、はいね、あの私はこうだったとかっていうことがあるんですよ、はい、でそういう女性からまあ相談されたりすれば自分がそこ、ね、あの気持ちがぶらぐらついてる時に人にアドバイスはできないじゃないですか、はい、だから何て言ったらいいのかな私は今本当に自分の中でも興味もないし、はい 逆にそれがここにあってしまったら YouTube の配信ができなくなってしまうのでそういったのをご自身の YouTube で生電話で相談を受けたらどう、うん、いやだからね実際やってたんですよ、はい、やってたんですけれども、うん、そうすると今度電話の数が多すぎると、うん、いやだから先にどっか一本私もお問い合わせフォームっていうのあるんですけど、はい、そこで相談を受けてるんですね、はい、いろんな、はい、でその中で YouTube で、はい、えーと相談受けても 声変えるの大変だからそのまま声でいいですよっていうのを選んでじゃあ,あの何時に電話しますねみたいなのをそうするとその人は万年さんの意見だけじゃなくて視聴者の人の視聴者がいろいろ書いてくるじゃん視聴者の人の意見も聞けたりとかいろいろしてこう前向きに考えられたりもねできたりするんですよ。それは 私も相談は受けれますけど万年、はい、さんとたちはもう立場が全然違うんで、はい、やっぱりその経験辛い経験をした人、はいはい、ね、まあ、いい思いもしたかも分かんないけど、はい、嫌な思いの方が強いわけじゃないですか、はい、そういった人特に女性の人っていうのは、はいあのね、相談したらこう私はいいんじゃないかなと思ったりしましたけどね。そうだから私も試みてはいたんですけど、うん、結局 最終的にそれをやろうとすると日本全国の昆虫が集まってきちゃうんです <laughs> うんまあそうんだけ,だけどやっぱり誰かがやってあげないとそうなんですよねっていうのであるので、まあ、全員には答えられないかもからないけど、うん、特に実際会って相談聞きますよっていうとね、うん、やっぱどうしてもハードルが上がったりとかちょっと直接会うのは怖いとか、はい、いろんなねあるけど電話だったらっていうのがあるから、はい、まあそういったのもねぜひ やっててみもらいたいなと思ったたりしますけどねだね私がまだそこまでたった5年なんでねそれでまだ見てる方たちはね本当はやってんじゃないですかいやだけど5年経ってそれやってればもう絶対できないですよ自分はそうですよねそう自分は絶対できない彼にもしやりたいと思うことはないと思うけど彼に会ったとしても絶対できないただそういう話を私から聞かれてもうその薬の話しないでよっていうまだ苦痛だったら 相談受けけても苦痛になるから私は進めませんどいや今全然小川さんから聞かれても全然平気ですよっていうようになってるんだったらいろんな人から相談を受けるのも非常にお話も上手だしいいんじゃないかなと思ったりもしましたまたねちょっと話が長くなっちゃったんですけどまた機会があったらねこのことも含めてまたこれからのこともね YouTube 頑張ってもらってそういういろんな社会貢献っていうのかな あのいろんなあの特に薬物のことでね悩んでる方困ってる方のために活動していただければいいなと思います。はいはい、はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。小川太平の事件考察室ではですねえ、皆さんからの情報をお待ちしております。まあコメントはもちろんですけども、え何か事件の情報、えご質問、ご相談え、そういったことがありましたらぜひ、えー、このテロップ出てると思うんですけどもこちらまで。 ご連絡をくださいまた、ですね取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとか、ですねそういったことがあれば、そういったものも,も,のもですねぜひご連絡いただければと思いますよろししくお願いします。